カズマさん、お願いだから私たち仲間じゃない。断る。俺にそんな義務はない。私がこれまでにどれだけ活躍してきたか思い出してよ。カズマは私に海よりも深い恩があるはずよ。トイレだって綺麗だし、アンデッドだって数えきれないほど浄化してきたじゃない。アンデッドはお前がいるせいで寄ってきたんだが。とにかく都合のいい時だけ頼ろうとするな。そんなこと言ったってもう300アリスしかないの。これじゃ生きていけないの。お金貸してください。鬱陶しい。毎日毎日あれだけシュワシュワを飲んで気分が良くなって他の冒険者におごったりもするし、さらに無駄な買い物したり財布を落としたり、どう考えてもお前の自業自得じゃねえか。こんなのが女神だなんて信じられないな。あ、そうか、女神は女神でもダメ神だったな。カズマが言っちゃいけないこと言った。見てなさい、女神の本気を思い知らせてやるんだから。こんな壁の修繕なんてジョジョイのジョイよ。おお姉ちゃん、もうここまで進んだのか。いつもながら見事な仕上がりだな。その芸術的な小手さばき、冒険者なんかにしておくのはもったいないぜ。さすが親方は分かってるわね。でもごめんなさい、冒険者を辞めることはできないの。私はアークプリストとしてみんなに必要とされているから。この姉ちゃん、アークプリストなのか。上級職なのにバイトなんて、よっぽどの理由があるんだろうな。いつも頑張ってくれているし、給料に色をつけてやるか。やっぱり労働はいいわね。こうして働いてお金を稼いでこそ生きてるって実感がするっていうか。さて、今日のバイト代はおいくらかしら。バイト代いつもよりちょっと多いじゃない。そういうことなら帰る前に軽く。ってダメよ、ダメダメ、またお金がなくなっちゃうわ。計画的に使わないとカズマにバカにされそうだし。これは貯金よ。しばらくは貯金を頑張るの。シュワシュワも控えてクエストにも行って我慢して。でもアクシズ教競技にこんなのもあるわ。何時、我慢することなかれ。飲みたい気分の時に飲み、食べたい気分の時に食べるがよい。明日もそれが食べられるとは限らないのだから。って、アクシズ教の女神である私が競技をねじ曲げるなんてできない。信者のためにも我慢はしちゃダメよね。ってことで、このお金で早速飲みに行くわよ。仕事の後のシュワシュワに勝るものはないもの。そうだわ、せっかくだからカズマたちも呼んであげましょう。このスバ、それじゃあ次行くよ。過剰風月。よっ、18番、待ってました。心の現れるような虹、いつ見ても最高だな。笑顔持ってやれ。気分が乗ってきたわね。今日はとっておきの手品も見せてあげるわ。それ。おい、あれ一体どうやってるんだ。タネは教えられないわ。これが女神の本気よ。まるで大道芸人ですね。おひねりが飛び交っていますよ。ああ、あれを集めれば今夜の飲み代は賄えるのではないか。まるでお賽銭、そういう意味では神様らしいのかも。ふう、我ながらいい仕事をしたわ。これで私を女神と称える信者も増えるんじゃないかしら。それはどうだろう。とりあえず今夜はみんなの好意に甘えておひねりで飲み代を支払えばいいんじゃないか。あ
浅はかなニートは何も分かってないわね。何か言えば分かるのよ。芸は壊れて見せるものではないわ。魂が命ずるとき、おのずから披露してしまうものなの。大体、私は女神なのよ。そんな芸人みたいなことはお断りよ。おう。そうだな。そもそも女神は宴会芸なんてしないよな。それにバイトも。そんなことより、まだ乾杯してなかったわね。ほら、グラスを持って。乾杯！今日はとことん行くわよ。まずまず背中すすって。